はい、ゲームコレクターのスケガンです。チャンネル登録よろしくお願いします。今回はね、ちょっとね、ニュース的に古いんですけど、任天堂ね、サイトで任天堂スイッチ2020年今年の振り返りというね、サイトがあって、まあサービスがあったんで、ちょっとこちらをね、今更ながら、ちょっと見てみようかと思います。まあ、今年って言ってるけど、去年の話ですけどね。ということでこちら、はい、任天堂スイッチ2022、今年の振り返り。で、2022年に遊んだソフトを振り返ろうってあるんで、これ始めるってポンと押すと、まあ、当然僕がね、遊んだゲームが出るわけなんですけども、まあ、実を言うとね、僕もね、まあ、いろいろ遊んでんだけど、割といっぱい遊んだタイトルっていうのは、去年出たタイトルがほとんどないっていうね、残念な結果になってるんですけど、まあちょっとね、これ見てみましょう。まあ本当にね、この周りに出てるやつは、僕が遊んだってわけじゃなくて、ただ単に、任天堂がそういうのを用意してるだけです。で、こう、ぐーっていくと、2022に遊んだソフトは、ということで、最も遊んだソフトって、こう、3つのゲームが出てて、アーキタイプアーカリア。これね、コピーライト的には2021ね、2019から2021だから2021年に発売されてると。で、ディスガイア6ね。デスガイア6は、これも2021年。で、無双オロチ3。無双オロチ3は、いつだったっけな。まあでもこれもね、PS4 とのマルチで、PS4 版もね、かなりがっつり遊んでるんだけど、まあ今回スイッチ版がなぜか入っちゃったんだけど、まあこんな感じなんで、まあ当然2022年発売ないんですよね。まあまあいいや。で、次にね、配信開始後すぐに遊び始めたソフト。これはね、RP ゴルフレジェンズですね。なんでパッケージ持ってんの？配信って書いてあるのっていう感じなんですけども、これは、ことぶきソリューションさん、ケムコさんからね、ダウンロードデータもらって、プレイしてたんですけど、結局買ったんですね、パッケージ版。なので、まあ、これは、また、僕のこのチャンネルの中で、4時間分ぐらいプレイしたね、動画はアップしてあるんですけども、まあ、そこでアババババーってなって、こう、それ以降プレイしてないんですけど、まあ、それもね、ここでちょっと追加でパッケージ版買ってね、プレイはしたんだけど、まあ、結局アババババーって感じでプレイやめてるんで、まあ、それ以上のことは言いません。はい。で、この後ね、短期集中で遊んだタイトルもね、これ同じなんですけど、まあ要は僕はほら、1個遊んではレビュー書いてとかやってるから、そこの短期間では遊んでるんだけど、だからじっくり長い時間遊んでるっていうのはないんで、まあこうやって同じようなね、タイトルが出てきてしまうんですけども、まあ、行き着いた。で、2022お気に入りのソフトはということで、これいきなりスマブラが出てるんだけども、まあこれ2022年の1月に遊んだからなんですけども、まあこれね、ちょっとここで、遊んだ、月順じゃなくて、プレイ時間が長い順をちょっと見てみようかと思います。で、プレイ時間長い順ですね。アーキタイプアーカリアなんですけども、まあ1位ね、10位まで紹介します。1位がアーキタイプアーカリア。まあこれはなんか病気が流行ってるね。で、結構衰退したところで、まあ、お兄さんがね、自分プレイヤーがね、妹と一緒に生活してて、妹が、なんか、こう、病気を治すために、ネットワークゲーム、オンラインゲームみたいなのをやってるんですよ。ただ、なんか、おかしくなってしまったんで、自分自身も、そのネットワークの中の世界に入って、ゲームをやって、妹を治そうとするけども、どうのこうのって感じのね、話なんですけど、割とこう、なんだろうな、こう、バッドエンド、二択でバッドエンドか、続くかみたいなところが多いね、選択肢が多いんで、基本的には全部じっくりストーリーを楽しんで、まあ、バッドエンドで、まあ、状況、相手側の状況が分かったりする、まあ、そういう感じの展開するゲームなんで、まあ、お話が気になったらね、やっぱりやるじゃないですか。っていうところのプレイ時間の長さ。ただ、この69時間ってなんだろうな。こんなやったっけな。まあ、もしかしたらちょっと放置してる時間がね、加算されちゃってるのかもしれないです。仕事の合間にね、こう、パッとやってまた、みたいな感じでやってたんでね。まあ、そういうところはあるかなと思います。で、2位が、魔界戦記ディスガイア6。
まあ、これ正直言うと、まあ、ディスガイア6に関しては、まあ、クリアはしてないです。これなんでこれ長い時間かかってるかって、これもね、仕事中にね、流しっぱなしにしてたんだけど、オート戦闘ができるんですよ。勝手にね。だから設定して、勝てそうなところのマップでオート戦闘して、レベルアップをガンガンやってたんですね。キャラクターの。だ結局、最終的に、そのなんか、AI で勝てないところ、要は、ま、このマスにどれだけただ、とどまっていると、こう、やられてしまうみたいな。そこのマップ AI は、ね、考えなきゃガンガン進むから、そこで死ぬってね。で、まあ、それで、こう、そこは回避して次に行ったんだけど、途中でなんとなくもうめんどくさいなと思ってやめちゃったのが、このプレイ時間ですね。だから、割とこれはがっつりプレイ、アーカリア、アーチタイプアーカリアはクリアまでやって、こう完璧に全部、シナリオ見て、エンディング見てってやったんだけど、魔界戦記ディスガイア6は、中途半端だし、オートでやってて、まあ、僕がプレイしてるというよりは AI って感じのね、プレイスタイルでした。はい。で、これ、無双3、これ、無双3覚えてないんだよな。なんでこんな時間かかってなってるの。これも多分電源入れっぱなしにしてた時間のような気がするんだけど、なぜかっていうと、PS4 版はね、だいぶ前にプレイしてエンディングまで見てるんですよ。ただこっちはそこまでプレイしてないんで、こんな長い時間になってるのはなぜかな。まあ多分電源入れてたんだろうな、ぐらいの、まあ印象しかない。PS4 版クリアしてるからね。はい。で、4つ目。あ、ここでスマブラ出ましたね。はい、スマブラ。これスマブラね。はい。スマブラはこれだいぶ昔に、いつ出てんだこれ、2010何年だっけ。まあいいや。出てるんですけど、これは、たまたまね、この1月に買ったのかな。違う、昨年、一昨年の年末から昨年の年始にかけて正月の期間中こうがっつりプレイして、ストーリーをねエンディングまで行くようなところまでプレイしたので、まあその結果こういう割とこれが一番リアルなプレイ時間が出てるんじゃないかなと思われます。まあストーリー的にクリアしたらもうそこで満足してる。だからオンラインで誰とも対戦してないし、オフラインでも誰とも対戦してなくて、まさに一人プレイのね時間です、これは。はい。で、次が、これね、2064、リードオンリー、リードオンリーメモリーズ、なんだっけ、インテグラルですね。これはまあ、なんだろうな、こう、80年代アドベンチャー的なグラフィック、まあ、ドット絵のグラフィックに対して、こうボイスが入っているとね、今風っていうね、そういうようなアドベンチャーゲームなんですけど、これはやっぱりストーリーに引き込まれてね、プレイしましたね。まあ、これもエンディングまで見てます。ただ、マルチエンディングだとしたら、1個しかエンディング見てないかなという感じですね。終盤、本当のド終盤で、一回止まってね、どうしようみたいになったのもあったけど、まあ、無事クリアしたし、やっぱりね、80年代アドベンチャー的なものをこう今風に復活するときに、やっぱビジュアル的にはドット絵を保ってるのはゲームはあるんだけど、やっぱりね、ボイスを入れるとね、だいぶ違います。多分ほんとポートピア連続殺人事件とかもね、ボイス入れでね、こうもう今出したらね、いいんじゃない？やっぱポートピアも無理か。でもほんと僕ね、神宮寺三郎シリーズね、探偵神宮寺三郎シリーズ、あんななんか、今よくわかんないけど、ショートストーリー集みたいになってるけど、違ってそうじゃなくて、昔のね、あれにボイスを入れるっていう、そういう作りでね、こう、もう一回復活してもらいたいなと思ってるんで、そういうのね、これプレイしてね、なおさら感じました。というか多分、以前このチャンネルの動画の中でも、おすすめのゲーム、スイッチのゲームみたいなところで、これ扱ってると思うんで、同じこと言ってるような気がします。はい。で、次が、これがなんか6位かな。6位。これね、ポケットモンスターソード。これも今更って感じがするんだけど、まあ今ね、ダイヤモンドをね、ダイヤモンドを昨年の10月ぐらいから始めたんですけど、まだね、ちょっとしばらくプレイ止まってるんですけど、その直前ぐらいまでね、ソード遊んで、まあ要は、スカーレット・バイオレットにね、こう、気分盛り上げるために、ってわけじゃないんだけど、しばらく積んでたんだけど、ちょっと時間があるし、今やらないと3つ溜まっちゃうみたいなね。3つってね、6本かな。まあ、溜まっちゃうと思ったんで、まあ、とりあえずね、プレイしてたんですけども、まあ、ソードとシールドって両方持ってはいるんですけども、ソードの方をね、
まあ、いつもね、なんとなくこっちがいいなって方を選んでやるんですけど、今回僕はソード、まあ、好戦的な人間なんでね、ソードをプレイしたんですけども、まあ、これも、エンディングまでは見ました。はい。ただ、コンプリートはしてないです。まあ、そういうプレイ時間ですね、これ33時間っていうのは。シールドもちょっとプレイしたけど、シールドは序盤で、序盤ちょっと進めて、ああ、なんか違うかな、ぐらいのね、アバウトさで、こう、やめてはいるんですけど、まあ、ソードはね、とりあえずクリアはしました。以前ね、3DS とかで出てたね、XY とか、サンムーンとかは、両方に、両手に 3DS ね、持ってこう、アナログパッドこう動かして、戦闘になったらこうバトルとかこんな感じでやってね、両方クリアしたんだけど、さすがにスイッチでね、それはできないなと思ったんで、今回はちゃんと絞って1本だけ、ソード。はい。まあ、今更ですけどね。はい。で、ウィニングポスト9。まあ、これもね、ちょっと仕事中にこう、割とこのウィニングポスト9とかも、まあ、ウィニングポスト8なんかもそうだったんですけども、要は、ほとんどもう、調教師さんにお任せしてね、自分は買い物と、もう、配合とか、まあ、パッキングとか、ああいうところだけ決めて、あとはもう、ひたすら回していく。で、レースを、観戦するみたいな感じの遊び方が、個人的にウィニングポスト8とか9で僕の遊び方のメインなんですけども、まあ、この9もそういう遊び方してたせいで電源入れっぱなし状態が多かったのが多分このプレイ時間になってるか、そんなに長い時間プレイしては、長い時間というか何年間もやってない、ゲーム内時間は進めてないです。これね、30年間進めると次の、年度とかにもこう自分のデータのこう、データじゃないや、お金とかね、辺の資産をこうお引越しっていうか移せるんですけど、まあそういうとこまではプレイしてないかな。はい。まあこれに関してはちょっとこれの次のね、2021かな、あれを PS4 版だったかな、確かゲーマーさんのねところになるんで、インプレッション書いたこともあって、ちょっとこう気になっていたので、ちょっとナンバリング最初からって感じで買ってみました。はい。で次がバラン・ワンダーワールド。まあ、ちょっと、まあ、ある意味話題のゲームなんですけども、これ PS4、PS5 と、スイッチでマルチで、一応、スイッチ版をメインでやったかな。で、PS5 版もね、まあ、ちょっと PS5 本体手に入ったんで、てかもうソフトあるんだけど。で、ソフトほら、新品あるんだけど。なんだけど、まあスイッチ版やったから比較程度しかプレイしないとは思うんだけど、まあスイッチ版はね、とりあえずなんとなくこう、あそこのほらフィールドマップ、なんか全体マップじゃないな、ちょっとなんか変な生物育てるようなところがあるじゃないですか、あそこに行ってワールド入ってクリアして戻ってきてのこの連続なんで、あそこはどうなるのかなーってしばらくプレイはしてたんですけども、なんとなくもうこれ以上いいやと思って、なんかもう先に進めなくなったなと思ったのがこの22時間という時間ですね。うん。いやー、ちょっとね、要素が足りないんですよね。もう変身して何かクリアするっていうゲームは昔からあって、まあ 2D のゲームだとね、結構それで遊べちゃうんですけど、3D のゲームだとね、やっぱりね、一個ボタンっていうか、こう、能力が足りないっていうかね、なんかすごいもどかしいんですよ。この能力を持ってて、この能力は、何ができないみたいなのね。だから、なんとなく 2D の時に通じたけど 3D だとちょっと要素だと足りないかなって個人的には思いました。はい。で次まあこれも今更ながらモンスターハンターライズなんですけど、これはまあ本当に序盤ですね。序盤モンスターハンターシリーズっていうのは毎回こう以前からこう最初のが出てその後 G が出てとかあるじゃないですか。G が出て G を買って遊ぶんだけど、G の要素までいかないっていうのがね、あれ、いつものってことなんで、これもね、正直言ったら序盤、ほんと全然先進めなくて、あーもういいやーってやめたのがもう21時間、1時間ですね。はい。まあ、そういう感じです。モンスターハンターは、なんか面白いんだけど、僕にはうまくいかないみたいなね、そういうタイトルでした。はい。で、これが10位かな。はい。で、ファミコン探偵クラブね。一応ファミコン探偵クラブ。はい。まあこれもちょっと、これも2021年なんですけど、まあちょっと今更ながらこう、プレイ、
今だと思ってね、タイミング的にね、2月にこう、アスカツイ遊んでみて、これ、後ろの、後ろに立つ少女をプレイした後、ちゃんとこっちのね、消えた後継者の方も、違うな、消えた後継者先にプレイしたかな？まあまあ、とにかく両方をプレイしています。はい。やっぱね、これはあの、ファミコンのディスクシステムの時代があって、で、まあ、スーパーファミコンのね、この、後ろに立つ少女の、スーファミ版があって、ニンテンドーパワーって言ったやつの、あれがあって、で、あと、あれ、これ、ニンテンドーパワーの、やった時に、これ、プレイしたっけ？まあまあいいや。ですね。で、あとなんだ？ゲームボーイアドバンスでね、ファミコンのディスク版がこう収録されてって、まあ、こう、要所要所出てて、まあ、ディスク版の時はプレイしなかったけど、あと、あれだ、Wii U で、後ろに立つ少女をプレイしたし、3DS での、バーチャルコンソールでは両方とも確かプレイしたかな、変形版で。結構は、手軽にプレイできるゲームだけど、これはね、これでやっぱプレイ時間かかりますよ、ボイスあるしね。あと、ちょっとね、やっぱり昔のアドベンチャーによくあるね、どこ行けばいいかよくわかんない状況ってのは、これでもまあ、そこそこ出てた感じはします。はい。ですけどね、まあ、てかこれも限定版だからね、なかなかもう手に入らないんで、皆さん、今からプレイしたい人はね、ダウンロード版でね、それぞれプレイするといいんじゃないかなと思います。はい。まあ、その後もね、こう、着々とっていうかいっぱい、95タイトル昨年は、多分パッケージだと思うんだけど、まあ入ってるんですけども、まあただ次のね、次チラッと見えてるけど、これはあれですね、ゲーマーさんのインプレッションでやったゲームなんで、リアルに僕が持ってるという表現をしていいのかちょっと微妙なタイトルですけど、まあまあそんな感じになっています。まあそうして、あとこれをちょっと見てみようか。で、あなたのソフトの好みはって、これただ単にこのね、あなたが2022年に遊んだソフトを元に分析しましたって。これただ単にその時僕はほら、買ったゲームの中から遊ぶってだけで、遊びたいゲームっていうのはまたあるんだけど、あんまりその遊びたいゲームっていうよりは、手元にあるものの中から遊ぶという遊び方してるから、結果、こういう結果になってしまいましたと。まあ、たまたまですね、たまたまこういう感じになった。だから1位アクションって言ったってね、多分これ、無双オロチとスマブラがあるからでしょ？で、戦うたびに強くなる、多分これディスガイアでしょ？で、テキストアドベンチャーこれアーキタイプアーカディアでしょ？ね。まあそんな感じで。で、ロールプレイングっていうのはやっぱシミュレーション RPG でディスガイアがあって、そうだね。まあポケモンがあって、まあそんな感じでね。まあそういう感じでいくと、こういう数字っていうのはまあ、あんまり当てにならない。好みかどうかって別なんですけどね。はい。まあそんな感じでね。まあいろいろとこう、僕の、2022年で遊んだゲームが、見事、2021年以前のね、発売されたゲームばかりでしたということがわかるような、分析結果になったかと思います。はい。まあ今年もね、まあ、レビューはいろいろね、科学クモさんとこのレビューも、ね、やったりしてるんで、いろいろとこう、プレイをガンガン進めていくつもりです。今年はね、昨年末に PS5、プレイステーション5が手に入ったことでね、ちょっとスイッチを遊ぶ時間は減るかもしれないんですけども、まあいろいろとこう、新しいタイトルもガンガン遊びつつ、で、今年はね、もう8時、20時更新は基本プレイ動画っていう、しかもね、昔のゲームばっかりなんですけど、まあそこに新作も入れてくるかもしれないけど、今プレイ動画ね、今のところ多分、スーファミばっかりになってるけど、まあ、いろいろな、ハードのね、やつを盛り込んでね、運営していこうと思っていますので、ぜひね、このチャンネルね、応援いただければと思います。一番の応援になるのは、チャンネル登録、そして、まあ、グッドの評価となっています。あとはコメントとかね、あと拡散とかしていただけるともっとありがたいんですけど、とにかくね、あとこんなゲーム遊んだ方がいいんじゃないか、このゲーム見てみたいと、まあ、あったらね、ご意見いただければと思いますが、まあ、スイッチでもいいんですけどね。いろいろとやってますので、今後のこともよろしくお願いします。ということで、この動画、このチャンネルに応援いただける方は、ぜひグッドの方のチャンネル登録をよろしくお願いします。以上、サッカーでした。